予想外だったぜマジで。あのこの僕が動き担当で彼が声担当になります。それ先言っちゃダメでしょ。ルパンブルースーパールパンブルー。後世が腰やっちゃったみたいです。今日はこうやって後輩がいます。ヒーローの先輩としてこれから走り出すキラメージャーの皆さんへアドバイスをぜひ。アドバイスお願いします。ぜひなるべくでしたらお一人お一人ぜひ。あ、私からじゃあ、はい、もういいですかね。自由にお願いします。やっぱりヒーローなんで度胸がちょっと必要だと思うんですよ、うんうんうん、なのでさっき楽屋でやってたルパンブルーのモノマネを今ここでやって一皮むけるというのはどうでしょう、うん、キラメイブルーとキラメイイエロー、どうでしょうか。二人でやるの？二人でやるらしい。二人じゃなきゃできないんですもんね。あのそうなんですよ、これは二人じゃないとできなくて。じゃあやりますか。予想外だったぜマジで。あのこの流れで来るとは思わなかったですけど。じゃあ、じゃあ、じゃあ真ん中来てくださいよ。真ん中で僕が動き担当で彼が声担当になります。それ先言っちゃダメでしょ。あ、そっか。それダメでしょ。いきます。ルパンブルー。おー、なんか嬉しい。やった、やった。しました大丈夫ですか。どうですか、ね、どうですか。じゃあやる、やる、やる。あ、お、あ、本物をね。なんで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 、なんでそれはなんで。もうすぐ見たことない。いいよ、俺合わせるから。スーパールパンブルーよ。ありがとうございます。ありがとうございます。どんどんなんか一発芸みたいになっていくのよ。嫌なんだけど。いや、本当に僕たち今日のためにすごい楽しみにしてたんですよ。ありがとう。ルパンブルー聞きたくて。ずっとやってたもんな。ずっとやってた。はい、もうここ1、2週間くらいずっと練習してました。はい、よかったよかった。でも披露できてさ、結構度胸がやっぱついた。つきました。つきました。つきましたよね。はい、ありがとうございます。度胸すごかったですよ、本当に。いいことだった、よかった。さすが。後世が腰やっちゃったみたいです。だよ。やっちゃったんです。ボキって言った。後でケアするわ。じゃあボキって言ったそうです。せーの、スーパー戦隊ムービーパーティー大ヒット。